みなさんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は天皇賞秋の展望したいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着から3着馬のデータですが、ものの見事に前走が G1 と G2 出走馬が揃っています。G3 以下に関しては、かつては関谷記念優勝で、ここでも3着に入った2007年のカンパニー、 G3 時代の府中牝馬ステークス8着から、ここで3着に入った2005年のダンスインザムードと、21世紀に入ってからたったの2頭しか存在していません。これは前走 G3 で馬券に絡んでいる当選数リアにとっては厳しいデータとなってしまいました。またおおよそ安田記念や宝塚記念、札幌記念や毎日王冠からオールカマまで、大方マイルから2200メートルのレースに出走している馬たちがほぼ馬券圏内に来ていて、1400メートル以下からここに来る馬は今回いませんけれども、2400メートル以上からの参戦は京都大賞典からここを制したラブリーデーと、9年前に春の天皇賞からここで3着に入ったペルーサの日当だけしか過去10年では存在していません。このデータを当てはめてみると、2400メートルの京都大賞典からここに来るムイトブリガードとモズベッロはデータ上やや厳しい存在となっています。また最近5年では馬券に絡んだ15頭のうち、ほとんどの11頭が休み明けということで、傾向が変わって休み明けの馬がしっかりと構想する部類に入ってきました。毎日王冠組もここ5年では3頭馬券に絡んでいますが、3頭とも3着止まり。かつては天皇賞の前哨戦といえば毎日王冠でしたけれども、今や少数派の部類に入ってしまうのかもしれません。続いては牝馬についてです。こちらが過去10年の牝馬の出走履歴なんですけれども、ここ2年続けて複数頭牝馬が馬券に絡むなど、最近徐々に活躍し始めています。アーモンドアイが連覇しましたけれども、アイロリッド以外はほぼ1番人気ないし2番人気だけしか馬券に絡んでいませんので、カレンブーケ同意にとってはちょっと厳しいんじゃないのと思いがちですけれども、過去20年に範囲を広げると、天皇陛下の天覧競馬で大マンボマーケンを飛び出したヘブンリーロマンス、2年連続で大穴を開けたダンスインザムードなど、人気がなくとも馬券に絡む余地は十分にありそうです。20世紀のうちはエアグルーヴぐらいしか馬券に絡めなかった牝馬ですが、21世紀は19年のうち9年、およそ半分の年で馬券に絡んできますし、昨年、一昨年のように牝馬が2頭以上馬券に絡むという年も21世紀に入ってから5回ありましたので、データ上はグランアレグリアもちろんのとこと、カレンブーケドールにも十分チャンスがあるという傾向が見て取ることができます。そして上位人気馬にもかかってくるデータなんですけれども、出走感覚に関するデータが気になるところです。こちらが休み明けの戦績に関わるデータなんですけれども、半年以上の休養明けの戦績がいまいちなのもわかるところなんですけれども、休み明け3戦目の馬から一気に成績が悪くなっていることがわかります。明け3戦目以上の馬は、人気上位の馬はあまり存在しないんですけれども、春から真夏にかけて使われ続けてきた馬たちの成績がかなり悪いことがわかります。このデータに引っかかってくるのが当選スーリアとペルシャンナイトの2頭、どちらも東京での実績がないだけに、この2頭は少し割り引きたいところです。そして最後に重要な血統のデータなんですけれども、こちらがここ10年の1着馬から3着馬のデータなんですが、雨でボコボコだった2017年を除くと、7回連続でディープインパクト3区が連帯しています。もちろんステファノスやジェンティルドナなどのリピーターを含めてですけれども、ディープ3区にかなりの相性がいいのがこのコース。そしてこのコースで今年も数多くのディープ3区が出走しますが、カデナにカレンブーケドール、グランアレグリアにコントレール、ポタジェにワールドプレミアと、すべてハーチチが外国産ですので、構想データにきちんと当てはまっていますので、上位勢を含めて今年もディープ3区は外せないということがよくわかります。続いては気になる馬をピックアップ。まずはダービーからの惜敗の雪辱なるか、エフフォーリアについてです。前走のダービーは馬群が開いて勝利を確信をしたものの、反対にシャフリヤールのターゲットになってしまい、あとわずかのところで体感を逃しました。ただシカド調教師は前向きで、
先のある仕上げをしてきたので、秋には逆転できると、この馬の成長力も見逃せない旨のコメントが出てきています。秋は天皇賞と有馬記念の2戦がありましたが、一生懸命走りすぎる気性なだけに、有馬記念よりもこちらの方に分がありそうな距離適性かと思いますので、ますます見逃せないところ。唯一引っかかるところはデータ面で、3歳馬の天皇賞優勝は、2002年のシンボリクリスエース以降なしで、馬券圏内もここ10年ではイスラボニータとフェノメノしかありません。データ面だけで捉えると不利かもしれませんが、今年は早速ピクシーナイトが3歳で小馬 G1 を制覇しましたので、ひょっとすると横山武騎手の2週連続 G1 制覇があるかもわかりません。強敵揃いですが、いい流れで来ている3歳勢には注意が必要かもしれません。続いては5つ目の G1 制覇がかかりますグランアレグリアについてです。前走は道中上がっていこうとしたところ、進路がなくて下げざるを得ず、そのビハインドが最後の最後でナノンキングリーにわずかに及ばない敗因となってしまいました。この馬は休み明けのフレッシュな状態が一番走りやすくて、不良馬場の大阪杯以外は全てで連帯しています。馬場さえ良ければ 2000m 持つという見立てなだけに、週末の天気が気になるところですが、今週は週の半ばに雨が降って、週末の天気はどうにか持ちそう。最大限のパフォーマンスが期待できるところです。反対に雨が降ったりするのと、差し馬なだけに前走のような道中の展開の不利があったら、最後の末脚だけでは差し遅れてしまうという懸念もあります。一昨年の安田記念やマイルチャンピオンシップのように、後方待機ではなく、できるだけ中段あたりでレースを運んでほしいと思っている今日この頃です。そして最後に、こちらも今年で引退を表明しているコントレイルについてです。前走は人気を背負った分早めに動いてしまっただけに、レイパバレーに追いつくどころか、最後はモズ弁当にまで捉えられてしまいました。しかしながら、ずっと並走していたグランアレグリアには先着していますので、自力という面では小馬になっても上位級なのは変わりがないところ。休み明けも2歳児から神戸新聞杯までパフォーマンスを落とさずに勝ち切れていますので、そこまで不安な様子は見当たらないと思います。追い切りも2周目にシーウッドで64秒台、1周前に63秒台を馬なりで繰り出すなど、これは G1 でも通用するタイムで走ってきています。一方で唯一の不安点とすれば、初めて58キロを背負うところかと思います。ジャパンカップやトースポ杯で見せた末脚は、ほんの少しだけ鈍るかもわかりませんが、ここ最近を見る限りでは、長く休んだ不安を感じさせない、上々の出来となっていることが見て取れました。以上、気になる馬のコーナーでした。今週は水曜日の船橋競馬場で行われます平和賞の予想はブログで行いまして、同じく水曜日の夜には天皇賞秋の前頭分析を、金曜日の夜にはスワンステークスとアルティミスステークスの予想を動画もしくはブログで行います。また日曜日の午前中のレースとメインレースのルミエールオータムダッシュの予想もブログで行いますので、ブログの URL は概要欄にございますので、チェックの方よろしくお願いいたします。そして今年32勝13敗としておりますチャンネルメンバーシップですが、今週も天皇賞の重賞限定情報を公開予定です。馬体重まで確認して熱々の情報を発信予定ですので、いつも配信がギリギリになってしまって申し訳ないんですけれども、ご興味のある方はどうぞご検討のほどよろしくお願いいたします。それでは週末の菊花賞の予想動画で、それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。